はいどうも、バー&カフェ Y 店主の山口です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。で今日なんですけども、リクエストをいただきまして、今までみたいにですね、このカクテル作ってほしいっていうリクエストじゃなくて、こちら、見覚えある方もいらっしゃいますよね。ペストルといって、フルーツカクテル作るときなんかにこうフルーツをですね、潰すときに使う道具なんですけど、こちらを使ったカクテルを何か作ってほしいというリクエストをいただきましたので、何かフルーツカクテル作ってもよかったんですけど、せっかくなんでですね、今日はちょっと趣向を変えまして、自宅でも簡単に作れる、それこそシェーカーだったりとか、フルーツカクテル作るときによく使ってるボストンシェーカーとかですね、あとミキサーとか、そういうのも一切使わない、もうビルドで簡単に作れるフルーツカクテルを紹介していきたいと思います。で今回はビルドで簡単に作れるカクテルなので、せっかくなんで1種類だけじゃなくて、3種類のフルーツを使って、でベースと割り剤もですね、それぞれ変えて、3つのフルーツカクテルを、解説しながら作っていきたいと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速作っていきます。ではまず今日使っていくフルーツを紹介していきます。今日はですね、季節物ということで、こちらまず巨峰ですねと、こちらの梨、そしてですね、これは季節物というか年中ありますけども、こちらのオレンジですね、こちらの3種類のフルーツを使っていきたいと思います。ではまず、グラスを用意していきます。もう3種類いっぺんに作っちゃいますね。でまず、巨峰、今回ちょっと3粒使います。そして梨ですね、梨は4分の1ぐらい使いますかね。もうこの辺はお好みで大丈夫です。あんまり入れすぎちゃうとですね、お酒と割り剤入れる余裕がなくなるので。梨をちょっと若干細かくして、こんな感じですかね。これでちっちゃめの梨4分の1個ぐらいですね。であとオレンジですね、オレンジ果汁が多いんで、4分の1個ぐらいでいいですかね。ではそれぞれですね、ペストルで潰していきます。ペストルないよっていう方はすりこぎ棒とか、あとスプーンとかでもですね、全然潰せるとは思いますので。力入れすぎてグラス割っちゃうことだけちょっと気をつけてください。はい、では、フルーツ潰し終わりましたので、ベースのお酒入れていきたいと思います。組み合わせはですね、本当に何でもいいんですけども、今回はちょっとそれぞれ変えたいということで、オレンジはですね、ウイスキーソーダですね、通常のハイボールを作っていきたいと思います。でこっちの梨はジントニックでいきましょうかね。でブドウはですね、今回はブランデージンジャー、ブランデーバッドですね、を作っていきたいと思います。ということでベースのお酒入れていきます。オレンジにですね、今回はこちらグレンモレンジの X ですね、一度動画の方でも紹介してますけども、カクテル用の、シングルモルトです。グレンモレンジはですね、オリジナルの10年の中でもオレンジハイボールって推奨しているので、こちら30ミリですね。
で、梨は、まあ、いつもの定番のタンカレーで30ミリ。で、ブドウにはブランデーコニャクですね、クルボアジェのルージュを入れていきます。こちらも30ミリ。で、まあ、オレンジは結構酸味があるのでいいんですけども、梨と、ブドウにですね少しレモンジュース加えていきます。まあ、5ミリぐらい、ちょっと味の引き締めにですね。で、一旦ここでちょっと混ぜ合わせていきます。氷を入れて、もう一回、まあ、材料を冷やしていきます。したら割り剤を入れていきます。ウイスキーソーダですね。ジントニック、トニックウォーターですね。ブランデージンジャー、ブランデーバッグですね。軽く全体をなじませるようにステアして、あと仕上げに、これはあってもなくてもいいんですけど、まあ、ちょっとフルーツ飾ってあげたりすればですね。はい、こちらで巨峰のブランデーバッグ、そして梨のジントニック、そして、オレンジのハイボールですね、3種類のフルーツカクテル完成いたしました。というわけで、ペストルだけで簡単に作れるフルーツカクテル3種類ですね、できましたけども、とりあえずちょっとどれか飲んでみますかね。ぶどうちょっといただいていきます。お疲れ様です。ブランデージンジャーの味わいもしっかりありますし、巨峰もですねこうダイレクトに潰してる分、果肉とかも入っていて、結構飲みやすい感じに仕上がってます。
もちろんブレンダーを使ったりシェイカー使った方が、まあ、まとまりというかですね、全体的な一体感は出るんですけど、これはこれで、まあ、ちょっとワイルドな感じというか、あのお酒の味わいとフルーツの味わいが結構ダイレクトに口の中に広がりますし、なおかつやっぱ簡単にすぐできるっていうのがですね、一番のポイントですね。なので自宅でフルーツカクテルちょっと作ってみたいけど、まあ、シェイカーもないしブレンダーもないなっていう方なんかでも、あの、まあ、本当スプーンとかでですね、こうやってフルーツ潰して、でお酒となんか割り剤入れれば簡単にこういうフルーツカクテル作ることできますので、ぜひですね、ご自宅でも一度試されてみてはいかがでしょうか。ではまた次回何か作っていこうと思います。もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。やさか。今日はもう3杯作ったんで、この後は3杯飲んでから帰ります。お疲れ様でした。